つながりをかけて友との決闘。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちゃう。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めた。この俺の。間違いねえじゃねえか。お前は本気で俺を消すつもりなのかよ、サスケ。でもそれでもなんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。浮かんできたところを狙い撃つ。これ、すべては終わりだ。なんだ？これか、ナルト。この奴かもなんだ。お前は一体、何なんだ。友達だ。だからお前をオロチマルなんかにはやらねえって言ってんだ。なんでだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。つながり。だから俺はお前を止めるんだってばよ。決着をつけようぜ、ナルト。戦闘開始。これでどうだ。
そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。ナルト、俺は遅かったか。間に合わなくてすまなかったが、ナルト。お前のことだ。必死だったんだろ。サスケ。もう体はいいのか？エロゼニー、今日はお前に大事なことを言いに来た。大事なこと？これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前にする。それってば、本当か？本当に修行つけてくれんの？ああ。よし、俺ってばガンガン修行して、それから絶対サスケを。ただな。え？サスケのことはもう忘れろ。お前、サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとか考えてるならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃ生きづらいのが現実だ。分かったよ。そうか。賢いっていうのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ん？一人でももっとすげえ術編み出して、
そんでサスケは絶対助ける。前みたいなのが一人でやってもどうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。何？だがバカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行覚悟しとけの。じゃあの。任務成功だってばよ。